悪い趣旨は、1954年にウィリアム・マーチが発表した小説。出版から1ヶ月後に、マーチが死亡したため、本作は彼の遺作となった。1955年に、全米図書小小説部門にノミネートされ、多大なる批評と商業的な成功を受け、その成功は死してもなお続いた。マックスウェル・アンダーソンによって、ブロードウェイ・ミュージカルに、 そしてマーヴィン・ルロイによって1956年に映画化された。なお、マーヴィン・ルロイ版はアカデミー賞にノミネートされ、リメイクもされた。イーライ・ロス監督のリメイクも計画されたが、没になった。ブロードウェイ版をもとに、ジョンリー・メイヒンが脚本を書き、マーヴィン・ルロイが監督した。ヘイズ・コードの関係で結末が変えられた。キャスト、ローダ役のマコー・マックをはじめ、 6人のメインキャストがブロードウェイ版でも同じ役を演じている。受賞、ノミネート原作との違い原作では、クリスティーンはローダに睡眠薬を大量に飲ませ、自らはピストルで自殺を図り死ぬ。しかしながら、ローダは一命を取り留める。映画版では、クリスティーンもローダも一命を取り留める。しかしながら、ローダは、 嵐の番に家を抜け出して、クリスティーンが海に捨てたメダルの回収を試みるが、突然の落雷を受けて死んでしまう。その後、エンドタイトルを前に、メインキャストによる、ほがらかな様子のカーテンコールがあり、ラストシーンでは、ローダはクリスティーンにお尻を叩かれながら、コミカルで子供らしい笑顔を見せる。ヘイズコードに準拠した改変ポイントは、悪が勝ったまま終わる結末を避け、 ローダに天罰とも言える死を与えたこと。明るいカーテンコールで残虐な印象を軽減したことの2点である。ポール・ウェンドコスが1985年にリメイクした。放題は死の天使、レーチェル。こちらは原作通りの結末を迎える。キャスト1956年に早川書房から刊行された。ありがとうございます。